おはようございます。ウェザーニュースキャスターの鈴木里奈です。今日2月25日月曜日の全国の天気をお伝えします。今日は日差しの届くところが多くなります。ただ沖縄では雲が多く雨の降る可能性があります。また九州の南部もにわか雨に注意が必要です。だんだんと雨は降りにくくなる予想です。また今日は関東や静岡県、また山梨県といったエリアで雨が降りやすい天気です。南部の一部では強まる恐れがありますのでご注意ください。外出の際に降っていなくても雨具が必要です。こちらのエリアもだんだんと雨は降りにくくなる予想です。その他のエリア、東北など日差しが届くのですが、こちらもにわか雨に注意が必要です。念のため折りたたみ傘をお持ちください。北海道、東北のエリアで一部雪の降るところがありますが、比較的穏やかな天気となりそうです。今日晴れる西日本のエリアを中心に昼間は気温が上がり、ポカポカと春を感じる陽気となります。北海道でも気温が上がる予想ですので、雪解けによる路面状態の悪化や屋根からの落雪にお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。